はい、こんにちは。えー、田中宮やです。えー、私ですね、フリーランスで、えー、構成、作家、えー、ライター、リサーチは、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは、私が普段思ったこととか、えー、目にしたニュースから、えー、思ったことを、えー、どしどし発信していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本本日、本日取り上げるトピックが、 あの正統派と異端について取り上げようと思っていますこれ何を言ってるのかちょっとわからないと思うんですけれども、えー、僕あの世の中の人間はすごいざっくりと考えればまあ正統派な方と異端と2種類の人間に分かれると思っているんですね。ものすごいざっくりしてるんですけれども、まあ、正統派っていうのはいわゆる ここでちょっと僕が勝手に定義づけさせていただきますが、まあ、まあ、いわゆるその、ご両親でも、えー、シングルマザーでも、シングルファーザーでもいいんですけども、その家庭のもとで、えー、生まれ育ち、まあ、いわゆる、まあ、言ってしまえば普通の人生を歩んできた方ですよね。あの、高校や大学を出て、えー、就職して、えー、ご結婚しなされて、えー、お子様を作るないし作らない、 えそれで一生を終えられていくというようなまあおおよそいくとまあ僕の周りでいう普通のえまあ正統派なき方っていうとえまあ大学に入られて就職してえでご結婚なさってお子様ができてえそれをそのままえ年を重ねていくマイホームを購入し,し,て,して年を重ねていくっていう方が。 僕の周りでは非常に多いんですけれどもえまあ対して異端ってなるとえ例えばあのこれって僕の個人的な僕を例えた方がいいかなと思うんですけれどもまあ僕はまあ両親の下で生まれ育ったここはまあ普通なんですけどねえ大学も行ったここも普通なんですけれどもちょっと家庭がいささか人と違っていて まあ、正統派な方だったら、例えば地元の大学に住むであるとか、えー、首都圏に住まれている方はそのまま首都圏の大学に住むであるとか、まあ、海外行かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、えーとまあ、それはいたんか、同じように上京してきたりとか、えー、首都圏の大学に通われてみたいなこと方だと思うんですけれども、私はあの首都圏に住まれ育ちながら、まず大学に行くには行ったんですけど、関西の大学に進学したんですね。もう もう本当にごく近い、東京にごく近い場所で生まれ育ちながら大学だけ僕は関西に行くっていうような謎の選択をしたんですよ。自分でもすごい謎なんですけど。まずそこって人と違ってるなっていう部分ではあるなと思っています。なんかすごい今自分のことを、えー、俺は人と違うぜみたいな言い方してると思うんですけども、別にそういったなんか奢っているわけじゃなくて、実際にちょっとそういう部分あるかなと今、振り返りながら思ってるんですけどね。自分の反省を。 なんでその、まあ、まずそういう選択をしたっていう部分と皆さん大学卒業されたら就職をされるじゃないですか多くの方は僕の場合は就職をしなかったんです、ね、あのもうフリーランスっていう生き方今結構一般的になってきてますし終身、えー、雇用とかもえまあなくなってきてただ僕のが就職というか大学を出た当時大学院も通ってるんですけど僕その当時はもう2010年よりちょっと前の時期なんで。 まあ、あのまだ皆さん就職、大学を、えー、学業を終えられたら、高校でも大学でも就職するっていうのが一般的な方式であって、まあ、フリーランスなんて、もうそもそも、もう危険されてましたし、何それっていうような選択だったと思うんですよ。ただ僕は、あのまあ、就職先がなかったからなんですけれども、まあ、フリーランスになるっていう選択をせざるを得ず、結果として、あの就職しないで、えー、自分の力で生きていくっていう選択をしたんですけど、 まあ自分の力とは言いつつ、いろんな人に支えられてるんで、自分の力じゃないんです。それは言っておきます。えっと <laughs>、まあ、でもまあ、とりあえずフリーランスっていう形で、まあ、今、ですこそ珍しくないかもしれないですけど、その選択をしたんですよ。で、そういう選択をした人間、例えば、え、高校を、いや、あの、関西の大学にわざわざ首都圏出身なのに行ったりとか、えっと、まあ、大学卒業して就職しないで、 えー、いきなりフリーランスになったとかそういう人間も当時周りには一人もいなかほとんどほぼいなかったような気がしますなのでそういった部分では僕はすごく異端なのかなって自分のことを、えー、まあ当時は思ってなかったんですけれども異端なのかなって今はちょっと思っています、えーまあ、このような、えーまあ、発信活動されてる方今でこそ多いですしまあ個人でやってるような方は、えー、僕の周りにはほぼいないですし あのやっぱりその僕自身はやっぱりそのあの今は結婚もしてないですしえまあそういったえ生活を送ってきてるんで別に僕がこれ好き好んでやったわけじゃないんですけれども結果的にそう人とちょっと違ったこれあのポイントはあのめちゃめちゃ違うわけじゃなくてちょっと違うちょっと違うっていう言い方が正しいんですよね。 異んといっても、なんかそういう生き方をしていると思うんです。多分。多分ですけど。まあ、僕が世間を知らないだけかもしれないですけど、もっと変わった生き方してる人いっぱいいるのかもしれないですけど、あくまでその、僕の周りの方をもう無理やり平均化するんであれば、僕はちょっとそこからちょっと外れてるなっていうふうに思うんですよ、自分のことなので、 まあ僕はずっと異端なのかなと自分のことをちょっと思っています。あくまでその周りと比べた中での異端っていう話だと思うんですけど僕が多分全然君の人生は普通だよっていう環境もあると思うんで場所を移せばもっともっとなんか変わった生き方をする人いっぱいいると思うからあくまでその相対的な意味での、えー、ちょっと外れ値かなって思ってる部分があると思うんですよ、えー、なのでまあ そうや、まあ、あの、僕が先ほどその、自分が好き好んでこの道を選んだわけじゃないって言ったじゃないですか。多分、えー、僕以外にも、人よりちょっと違った生き方しかできないとか、結果的にそうなってしまったっていうふうな人っていると思うんですね。自分は別にそうしたいわけじゃないんだけど、そうなってしまったとか、あ、結果的にそう,、えー、そういう生き方になっちゃってるなとか、えー、いう人っていると思う。 んですよでそういう人って僕も昔そうだったんですけど結構悩んでると思うんですよね。なんで自分は人と違って、えー、なんで自分は周りの人と同じような生き方ができないんだろうとか、あのー、結婚してマイホームを持って子供ができてみたいな人生歩みやたかったけどなんで自分はそれができなかったんだろうとか。 そういうふううういいふに思思人っていると思うんですよなんか,かっこつけて異端をやってるわけじゃないと思うんですみんながみんな。っていうか多分もう大半の人が正統派に行きたいけどこうせざるを得なかったっていうような状況だと思うんですよその異端に見える人ってほとんどのパターンが。なのでまあそういう方に向けて僕がどうすべきかってうどうしたらいいかっていうことをすごいおこがましいながら。 勝手に提案させていただきますとまあその道を異端なら異端の道を受け入れた方がいいんじゃないかなと僕自身は思います。各いう僕もまあ断るごとに折,折々ごとに正当派な道を追求しようとしたことがあるんです実はその20代後半もそうでしたし就職しようとか思ったこともありましたし。 30代前半もそういうような時期ありましたし、まあ、とりあえず、フ、えー、ふらふらしないで、まあ、ふらふらしてたつもりはないんですけど、えー、ちゃんと生きていこうと。まあ、収入もそんなに多くなかったですし、当時周りと比べたら。まあ、いつも相対的なことばっかり言ってますけど、僕。えー、なんで、ちゃんとちゃんとその、えー、しっかり、えー、情動と言われる道を歩もうとしたんですよ。したんですけど、 結果的に、もう、何がしかの作用が働いて、異端に戻されるんです。これちょっとわかるかもしれないです。異端を歩んでる人だったら。ちゃんとやろうとして、ちゃんとやるというか、まあ、正当派を行こうとしたけど、引き戻される。何がしかの外圧的な力が入って、はい、働いて引き戻されるっていう経験、してると思うんですよ。結局、こうなってしまうのかっていうような。で、僕もそれに、 一時期悩んだことはあったんですけど今はあそれこそ僕なんだっていうふうに <laughs> すごい無理やりなんですけど言い訳してるのかもしれないんですけど思うようになったんですよね自分のことをあこういう道で生きるのがもしかしたら自分にとって一番合っているのかもしれないというような考え方に切り替わっていったんですねまあ年を取ったからだと思うんですけども年、まあ、を取って 周りとそんなに比べることがなくなってきたからっていうのもあるとは思うんですけれどもまあなのでその異端って結構その正統派な方々からは異端って結構えー、まあ結構つらい道だと思うんですよ。あ異端って結構すごいあ,れあの憧れてるかもしれないんですけど正統派な方からしたら憧れの対象かもしれないですけど異端ってちょっと実は結構本人からしたらものすごいコンプレックス抱いてたりとか。 えー、辛い気持ちになったりとかすするわけですねただそれってある意味ですごい個性だから個性だしそういった生き方の方がもしかしたらこれからの世の中っていろんなことでアドバンテージがあったり優位に立てるって思ったりする側面ってあるんですよ変にそのなんか背負うものがなまあ背負うものがある異端の方もいると思うんですけれども、えー、背負うものがない異端のか人もいるしまあ背負うものがあったとしても それが、あのー、魅力になったりもすると思うから、そうですね。あのー、まあ、異端の方は、えー、異端である道を、えー、受け入れて、まあ、受け入れるのってすごい大変かもしれないんですけども、えー、多分そういう人が正当派な道を歩もうとしたら、逆にもっと辛いんじゃないかなと思うんですよね。だってその人は正当な道が歩まない、え合、合わないから異端になってるので。 なので、その異端だったら、その異端をどんどん突き詰めていった方が、僕自身は、んというか、その人個人が幸せになっていけるし、まあ、どんどんえ世の中をうまく渡っていけるんじゃないかなと思う次第であります。ちょっと抽象的な話になってえ申し訳ありませんが、どなたかの心に響いてくれればとても幸いです。 ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思われた方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。